ルーカニアングジャンプにおいて1984年21号から1987年50号まで連載されていた、クワサワ・による日本の野球漫画。雑誌掲載時は、創刊5周年記念新連載と銘打たれた。単行本は、全20巻、セレクション版が、全12巻。他にコンビニコミックも発売された。第66回全国高校野球選手権。 福島県大会。創立されたばかりの緑山高校が、優勝候補の上堂高校を破り、甲子園出場を決めた。エースピッチャー、二階堂の傍若無人さで波乱を巻き起こしつつ、緑山ナインは、甲子園大会でも競合校を、次々と破り勝ち進んでいく。緑山高校新設校であるため全員が一年生。打順はじゃんけんで決定されたものであるが、 時々変更される。福島大会のチーム打率は2割以下。意外性の緑山と評されている。東ず誠高校福島県大会1回戦の対戦相手。番外編、号泣二階堂くんは15歳に登場。上戸高校福島県大会決勝の対戦相手。優勝候補の競合校。宮島商業広島県代表。一回戦の対戦相手。 二連覇を狙う前年度の優勝校。桜島高校鹿児島県代表。二回戦の対戦相手。出場校中最高のチーム打率を誇り、一回戦では、ベスト8の実力を持つ州北高校を24-0で完封した。守備も堅実。東京学院東京都代表。三回戦の対戦相手。イケメンが多く黄色い声援が飛ぶ人気チーム。 OVA 版では、試合内容が省略されている。海、進むイン千葉県代表。準々決勝の対戦相手。この試合と決勝の国や機関戦は延長戦に突入している。OVA 版では、試合内容が省略されている。南国高校高知県代表。準決勝の対戦相手。大会中、最も、緑山を苦しめた。 部員140名を誇るマンモス野球部で、その中から選び抜かれた9名で、スタメンが構成されている。国や機関大阪府代表にして、春の選抜優勝校。決勝の対戦相手。メンバー全員が、高校球児の勘と呼ぶべき人格の持ち主で、緑山ナインとは対局にある。以下の選手は目立たないが、正統派高校球児としての意地を見せている。 うちにはお前しかおらん。お前で、ここまで来たんや。さたまる。お前投げて、俺たちはここまで勝ってきたんや。お前の甲子園や。緑山高校甲子園編のタイトルで1990年7月25日に OVA 化された。全員10巻。OVA の1から4話を再編集した劇場版も同年に公開された。2006年12月6日には、 OVA と劇場版を完全収録し、サウンドトラック CD を同梱した DVD、ボックスが限定販売された。2015年11月11日には、BC リーグの福島ホープスとのコラボレーションコミックを収録したブルーレイ版が販売された。スタッフ主題歌その他、キャストエピソード全員1年生の甲子園、595だ2回動。 なるか27三振なるか、大阪見物対、桜島。エースは俺だ。何はなくとも二階堂怖いもの知らずのベスト4今度は、勝てない。緑山高校俺のおかげでも止まらない。決勝戦は、俺が主役だ。夢にまで見なかった真紅の大優勝期。 甲子園で活躍した面々がアメリカに舞台を移し、ニューヨーク選抜やロサンゼルス選抜を相手に試合を行うことになった。二階堂の上気を一視したパワーはアメリカでも通用するのか。全日本ニューヨーク選抜ロサンゼルス選抜春の選抜に出場した緑山高校。二階堂不在のため花岡が投手として出場し、決勝戦まで勝ち進むが、 広島県代表、大崎東高校のエース、翔田優吾の前に一打二27三振を喫し、準優勝に終わる。その後、二階堂は、迷惑をかけたお詫びにと甲子園常連校五校と、練習試合を組むが、帰って反感を買い、二階堂抜きで試合を行うことに。一方、二階堂も、新たに入部した一年生と新緑さんを結成し、試合を行うことになった。 緑山高校を中退した二階堂はその年の暮れ、ドラフト1位で東京ジャイアントに入団し、プロ野球に活躍の場を移すことになる。本作のタイトルである、緑山高校は、作者の桑沢厚夫の母校である、学校法人石川高等学校がイメージされている。福島民法1986年8月12日付長官、19面。 緑山高校甲子園編、緑山高校甲子園編に関するカテゴリー、ありがとうございます。